でもやっぱりいつもに比べると静かですよね。うん、フィンランドは地域にもよりますけど、首都圏に関しては今日から店内飲食時間帯により解禁となったので、それで嬉しくて朝からカフェに来てるんですけど、久々のカフェが嬉しすぎてちょっと変な人だな。ボイシェルマプルナ食べてもいいですか？ニヤしつこいな月曜の朝から楽しいな本当いただきます。あ、取れないし、いただきます。おいしい。着きました。テウラスタモ、カラサタマという駅の近くにあるんですけども、今日はここの入り口にあるここに来たかったんですよね。着いた。犬大歓迎ですって。いい匂い。コメンタ。お手さんはんついてん。カフビア。だいラッテ。ラッテ。いやラッテ。あ、ヌテララッテ。sen musta. Kiitos. Kaura maidolla vai tavallisen maidolla? Kaura maidolla. Kiitos. Ja juo täällä. Joo. Kiitos. Thank you.
仕事終わりました。今日も一日お疲れ様でした。まだ晴れてる。ほう。Otan vähän kahvia, kiitos. Tummaa, kiitos. Joo, kiitos. Voitte sanoa, kun riittää maito? Riittää! Tuli ihan sana tarkasti. Saako olla kuittia? Ei, kiitos. Kiittiin. Kiitos. Hyvää illan jatkaa. Kiitos, samoin.明るくて気がつかなかったですが、7時を回るところでした。閉店ということで、買ったコーヒー持って歩きながら飲みます。今日はお仕事でガーンってなることがたまたま重なってちょっとしょぼんってなってたんですけど、
まあこうやってコーヒー飲んでると大したことないような気もしてきますね。まあ明日頑張ればいっか。そうしよう、明日頑張ろう。